あ、レックス、飲み会とって。あのシルエット、やはりカラスアゲハは空に選ばれし存在なのか。何言ってるんだ。皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2020年4月7日火曜日の午後4時2分です。では、本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。おー、マジか。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。あ、一応、売り土地みたいな確保線でも来るんや。それでは本日も良い一日をお過ごしください。誰やろうなぁ。お、あ、そっかそっか、なんか買い物したよね、私。砂場かなんかやったっけ。設置しよう。ワクワク。はい、プレゼント。砂場。よし、設置しに行きます。なんかさ、この桜を使った桜家具がさ、4月の10日までしか出んらしいんやけど、でもなんかそれがね、メッセージボトル、メッセージボトルとか、あと、何やった?空飛んでくるバルーンの中からレシピを集めるしかないらしくって、私はなんて言うんやっけ。桜の浮いた水のやつ、池みたいなやつと、で、あと、このお花見セットと、ぐらいか。この二つしかないんやけど、全然集まってない。砂場。もうちょっと違うところに置いた方がいいかな。どの辺にし、まあ、そういうのは、後から変えれるか。ちょ、待って、回転できない?は。できんやないか。まあ、いっか。ん?なんか聞こえてきた。え、タイフルかわいいよー。モニカ。ヤッホー、楽しくやってる?あは。世間話でも。さっきまで張り切ってお散歩してたからお腹が空いてきちゃったな。あとでシーザーサラダでも食べよう。あは。女子力高いな。シーザーサラダやって。あ、来てる来てる。さあ、今回は誰が来てるんだろうか。無理やり移住してきたりせんよね。誰?なんていう子やっけ?ハムジーやったっけ?そんな子おった?ハムジーじゃない。ハムジーやった。勝手におじいさんにしてしまった。おめえはこの島に住んでる奴だな。ちょっくらお邪魔してるぜ。見ての通り、今キャンプしててよ。この島での生活を堪能中だ。短い間だがよろしくな。かぁ。かぁ。なに、お酒でも飲んでるの?なんかどう見ても、オレンジジュースみたいに見えるんやけど。なあ、今から俺と一つゲームでもしてみねえか?もしおめえが勝ったら、俺のジャージをくれてやるからさ。どうだ?か。ジャージ?別にいらんけど。なんなら君が今着てる服が可愛いんですけど。まあやるよ。ゲームの種類とか増えたりしとんかな?よっしゃ!そんじゃあまず始める前にルールを説明するぜ。か。お願いします。ここに、ハート、ダイヤ、スペード、クローバー、4種類の絵が描かれたカードがあるだろ?俺がこの中からカードを1枚引くから、おめえはそのカードの色が一体何色なのかを予想してくれ。もしもおめえの予想が当たったら、俺のジャージをおめえにプレゼントするぜ。説明はこんぐらいにして。さあ、一発勝負を始めるか。まずはカードを切って、と。おお、なんか器用やね。よし、引いたぜ。このカードは赤と黒。どっちなのか当ててみな。か。でも二択やけんね。色やったら。赤。さーて、正解は?おお。ダイヤだ。赤いから正解だな。最初に約束した通り、ジャージをやるよ。男に二言はね、持ってきな。ありがとう。今回は負けちまったが楽しかったぜ。次こそは俺が勝つからな。か。何?ポケットの中にジュースしまってたの?それ開いてないの?ジャージどんな感じやろ?こんな感じ。急激にスポーティー。でもドレスに着替えます。アントワネットのドレス。お姫様が庶民の暮らしを覗きに来ましたみたいな。あ!まだ流れてきよりやん。なんかおる。ヤッホージョニー。おーの、そちらは取り勝ちです。おもかじは右。多分お箸を持つ方。起きて起きて。にゃ、なんだか足が冷たくてたまらない。だから起きようよ。むにゃむにゃ。ジョニー、どんだけ頻繁に流れ着くんだ?今日は学校休みます。ぐー。波が。できれば大盛りでお願いします。
どんだけ起きねえんだ。ノー、エリザベス、ゴーアウェイ。来ないでください。あ、ここは天国ですか？もしや、アイナさん？お、ということは、ジョニーはまだ生きてるってことですね。ちなみに、エリザベスは私を襲ったハリケーンの名前です。そのせいで私は船から海に投げ出されて、遭難してしまったんです。やれやれ、また仲間に助けに来てもらわなければ。ほら、この通信装置さえあれば。どんだけ同じこと繰り返すん。またね、何かしら、ジョニーからいただくために。はい、ちゃんと5個ね。通信装置のかけら。かけら、パーツを5つ。きっちりと探していきましょう、私が。さあさあ。了解。見つかりましたか？あったよ。はい。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。オッケー。ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。どう？ジョニーより、これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとさんです。よかったよかった。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、なんか、どこかで、あ、ほらほらほら、風船が飛び降る音が聞こえたと思ったんよ。ちょい待ってね。なんか結構低いぞ。下向いて落ちてきようんじゃないかぐらい低かったぞ、今。イェーイ、卵ゲットー。DIY で何か作ろうかな。作りまーす。ってことで、ちょっとまず、このイースター系ね。ん？どこ行った？あ、これか。卵のパーティーハットを。かわいい。めっちゃかわいい。イェーイ、卵のパーティーハットができた。そして、なんかその横の、卵のパーティーワンピ。めっちゃ派手じゃない？でもなんかあの、キャリーパミュパミュとか着てそう。こんな感じの服装してそう。さあ、そして、あと一個なんか、あったはず。イースターのリース。あ、地面が一個足りねえ。桜系は、あ、石の水受け桜。これが一個作れる。作っちゃう。風流な感じね。石の水受け桜ができた。で、もう一個なんかあった。さっき覚えた、お花見の提灯。なんか和風エリアとかがこれ、桜家具でできるわけやね。お花見の提灯ができた。やったね。地面の卵が必要ってことやけん。よし。なぜ横を掘る？よっ。あ、化石や。まあ、化石のね、寄贈もしておかねばやけん。めっちゃ仲良さげやね、二人。楽しそうに歌いよるし。さあ、これで。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。どこ行った？あ、これね。イースターのリース。これ、扉に取り付けれるってことかな。イースターのリースができた。イェーイ。これはここで使えばいいってことかな。イースターのリース。あ、かわいい。ほら、こんな感じ。え、めっちゃかわいくない？ね、ドアにまで飾り付けできるのめっちゃいいよね。確実にいいよね。あー、かわいい。ってことで、ちょっと私、無人島に行ってみようかしら。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。さあ、今回の島は、あ、なんか今までと全然違う感じやね。なにこれ。なんか真ん中にでっかく川が。ここはもう高飛び棒必須って感じの場所や。これは、アゲハか。普通にアゲハやった。あ、高飛び棒なくても、ぐるっと回れるのか。
ここはどういう感じの島なんやろ。あ、なんか見てこれ、渦巻き状になっとる。面白。え、なにこれ、なにこれ、どういうこと。なんか今、え、これぐらいの近場やったら、見てこれ、高飛び棒使わずにジャンプできるんやけど、まさかの。いや、このど真ん中にある、これは別に特別なものが出るわけではないんやね。絶対なんか出ると思ったのに。写真撮ろう、写真。ね、上、目線。上向いたけども。これで、ハッピー。めっちゃ隠れとる。とりあえず新住民はおらんかったし、キャンプサイトには来るけど、こういうところにはおらんのかな？なんかありそうやないか、そういうの。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月8日、水曜日の午後8時54分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の対談番組、どなたかご覧になりました？毎週ゲストが豪華ですけど、昨日も好きな役者さんが出ていて、とっても楽しいお話が聞けました。何？昨日の対談番組って。わからん。え、火曜日何か対談番組あるん？あ、私言ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。多分なんかリアルタイムであっとんじゃないかなと思うんやけど。では、本日も楽しい一日になりますように。かわいい。お、あ、そっかそっか。何頼んだっけな、私。なんかまた公園系の頼ん、あ、公園じゃないわ。ビーチや。監視みたいなやつやったっけ。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買い取るボックスに入れてくださったお品物の代金18,784ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。そういえばしばらくずっと引き取ってないな。引き取ってない？引き下ろしてないな。あ、ジョニー。ハロー、アイナさん。はい、ジョニーです。このメッセージが一体いつそちらに届くかわからないけど、助けていただいたお礼に旅のお土産をもらってください。旅の水兵、ジョニーより。なんやろうな、今回。あ、そして。はい。多分ビーチの監視のやつやと思うんやけど、これジョニーからのね。スコットランド帽子。どんな感じ？あ、かわいい！え、めっちゃかわいいんやけど。え、この帽子かわいい。ほら。え、よくない？この格好にも別に、いいと思う。個人的にはいいと思う。さ、そしてビーチの監視台ちょっと置いてこようっと。やっぱこの辺がいいと思うよね。子供がここで遊び寄るとして。んー、あ、どの辺にしよっか、監視台。この辺りとか？ビーチの監視台。これ上がれるんかな？上がれん？あ、これ逆向き？もしかして。いや、この向きであっと、え、違うよね。逆よね、これ多分。は、てい。どうしよう。あ、ホイッスルついとる。よ。こ。こういう感じ？ビーチの監視台。上がれたらいいのにな。上がれんのか。くそ。あ、で、私ね、まだ、何か食べ物を食べて、その、木をね、伐採したりだとか、岩を破壊したりだとか、そういうのをしたことがなくって、ちょっと今回それをやってみたいなと思うよね。それをちょっと、ま、やって、で、多分今後は動画外で、いっぱい木がなくなったりとか、いらん部分伐採しまくっていくことがあると思うんやけど。よし。あ、なんでしょう、ルーシー。アイナさん。私、今日あなたに一言お礼が言いたくて。アイナさんがトタケキさんのコンサートを実現するために、島おこしされていることを聞きました。プレゼント通過中。私も本当にアイナさんのこと尊敬してるんです。アイナとのためにいろいろ尽くしてくださってありがとうございますよ。それで、お役に立つかはわかりませんが、よければこれをお受け取りください。なになに？島おこしをされているのなら、島に飾れそうなものを集めておられるかもしれないと思ったんです。そのキャスターペールも、もし良い飾り場所が見つかりそうでしたら飾ってください。よ、キャスターペールってなんだ？
ちょっと待って、どんなものか見たい。ゴミ箱？え、ゴミ箱よね、多分これ。何を捨てようかな。ほらほらほら、ゴミ箱や。ってことは、ちょっと広場の近くに置いておこっか。どの辺がいい？こっちのこの辺に置いとこっか。ちょ、なんか通り道がなくなるな。通り道がなく、この辺にしとこっかな。置きまーす。みんなここにちゃんとゴミ捨ててね。売り土地の確保はいくら必要なんっけ？ 1 万やった？やったらもう十分持ってるから。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのもん。とりあえずインフラ整備の相談を。インフラ整備の相談だのもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だのも。土地を売り出す。新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で1万ベルいただく代わりに、引っ越しが決まれば契約のお礼として、マイルを付与させていただいてるけど、どうだのも？売り土地を探してきてくれるだろも？探してきます。これって動物がおらんのったら、まあ家がなくなるわけやん。まあそっか、そのまんまか。家がなくなるだけか。毎度あり。そしたら売り土地を確保するためのハウジングキットはアイナさんの荷物に入れておくからね。良さそうな場所を見つけたら、そこで使ってもらうだけでいいからね。それじゃ、よろしくだなの。ちなみに、他にも何かご相談あるだなの？大丈夫です。はいはい。またいつでもお待ちしてるだなの。とりあえず、土地を確保して、どっか島に出かけるか。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。あ、早速オリアン。ん？あれは、誰やっけ？え、あ、なんかさ、あ、あれよね、ハッピーホームデザイナーとかで出てきたよね。出てこんかったっけ？これを読んでいるあなたへ。子供の頃夢見たあの家具が、大人になっても忘れられなくって。ついに DIY しちゃったのよ。一人で楽しむのはつまらないから、このレシピをあなたにシェアするわ。あなたの DIY ライフのお供にどうぞ。シルエットより真心を込めて。シルエットはあれか。リスよね。黒いリスの女の子よね、確か。木製サイドテーブル。覚えとるやん。ごめん、めっちゃグイグイ押して。マミーさんや。あら、こんなところで人と会うなんて、なんだか運命を感じちゃいますね。私の名前、マミーです。一人旅でここまで来ちゃったので、話しかけてくれて、とっても嬉しか。あ、私ばっかり喋っちゃった。え、でも子供がおるけん一人じゃないやん。もしよかったらお名前教えてくれますか？ふんふん。アイナ島から来たアイナさんですね。せっかくこうしたアイナんだもの。この出会いに感謝しようと思います。滞在中仲良くしてくださいね、ダフン。マミーさんいいね、おいでよ、うちの島に。忙しい日々の暮らしから離れて、ゆったり過ごすこの島での時間は、心の選択にもってこいですね。最近私が住んでる島での暮らしも、ちょっとマンネリ化してきちゃってて、飽きてきたところだったんです、多分。うちの島に来てみる？え？本当にいいんでしょうか？さっきお伺いしたアイナ島にマスクさせていただけるなんて。今公園作りよるけんさ、ちょうどいいと思う、マミーさん。子供おるしね。私、なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見てるみたいな気分ですよ。後から嘘だなんて言わないでくださいね、多分。全然言わないよ。それならよかったです。早速引っ越しの準備を始めなくちゃ。急に忙しくなりそうです。それで、なるほど。移住の手続きはたぬきちさんという方に連絡するんですか。忘れないうちにやらなきゃですね、たふん。あ、ってことはマミーさんが来るのはうちのお隣か。お隣さんよろしくね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月9日、木曜日の午後8時34分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナトーンにマミーさんという方が新しく引っ越してこられました。おー、来た来た。新しい仲間が増えて、私もとっても嬉しいです。それでは本日も良い一日をお過ごしください。やったね、子供と二人で来たか。どんな感じの家になったんやろ。あれや、買い取りボックスや。スマホが鳴っている。もしもし、こちらはたぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 14,116 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、そして、
じゃ、さらにね。何やったっけ、今回。何を買ったんだったか。忘れた。あれか、ジャングルジムか買ったの。これ何？タヌキ開発。アイナ様に見つけていただいた土地に新しいお客様が引っ越してこられました。あ、そういうこと。今回のお礼に1000マイルを振り込ませていただきました。ささやかですが、ご活用ください。タヌキ開発。あ、こういう感じで来るんや。へぇー。なるほどね。ってことで、早速ちょっと、ジャングルジムをセットしてこようじゃないか。さあ、あの土地にね。あの、私が公園を作ろうとしている土地に。行きましょう、行きましょう。え、ジャングルジムどの辺にしよう？この辺かな？ちょっと待って、こっちの方かな？ジャングルジム。ちょ、待って。とりあえず、これ逆にしよっか。あ、そっかそっか、ちょっと待って、ポケットいっぱいやわ。ということはだよ。ちょ、これをこっちの方に持ってきて。いいよ。ちょ、実際にさ、みんなが遊び寄るところとか見たいんやけど、めっちゃ。ちょ、この辺に置こっかな。ジャングルジム。どうや。で、ちょっとこうか。向き的には。あ、邪魔。あ、邪魔。なんとなくちょっと公園っぽい感じになってきたんじゃなかろうか。で、こういうやつの近くってなんかあのカラフルなタイヤみたいなのあるよね。あれもあったんかな？いい感じ。てか滑り台とかなかったかな？これマミーさんちか。いい感じやね。ちょっとお邪魔するわ。おー、あ、なるほどなるほど。なんか子供部屋って感じ。ね。え、かわいいこの壁紙。いいね。どうも。え、無視。アイナさん、あの島ではどうもありがとうございました。おかげさまで無事に引っ越しができましたよ。今日は荷物を片付けますので、明日からよろしくお願いしますね、タフン。よろしく、外のブランコとか使ってね。あ、え、ふうこちゃんおる。やっほー。こんばんは、この島にお住まいの方ですか？アイナさん、とおっしゃるんですね。はじめまして、私、ふうこって言います。実は博物館の館長、フーダの妹なんです。知ってるよー。いつもお兄ちゃん、兄がお世話になっております。かわいい。兄に勧められて星空を見に来たんですけど、この島の星空、私の期待以上です。これだけ綺麗に星が見えるのなら、流れ星になって出会えるかも。お、私はこの間、2回お願い事したよ。そうだ、アイナさんは流れ星に祈りを捧げると幸運が訪れるという話はご存知ですか？遠く離れた夜空のお星様が、私たちの願いを聞いてくれるなんて、とってもロマンチックですよね。R スティックで空を見上げているときに、もしも流れ星に出会えたなら、そのまま A でお祈りしてみてください。そしたらアイナさんにも幸運が訪れるかもしれませんよ。そうそう。最近読んだ本に星にまつわるレシピが紹介されていたんです。何でも願いを込めて一振りすれば、なりたい自分になれちゃう不思議な変身ステーキなのだとか。何それ何それ。そんなんがあるの。夢があって素敵だから、作ってみたくてメモしておいたんです。お近づきの印にこのメモを差し上げますので、もしご興味があれば作ってみてください。ありがとう。何？ゼルダのやつみたいな感じ？また興味深いレシピを見つけたらメモしておきますね。お声掛けありがとうございました。これからも星を見に来ると思いますので、よろしくお願いしますね。何何何？何が作れるん？スターのステッキ。ふんふん。スターのステッキのレシピを覚えた。めっちゃ作りたい。ってことで、またどこかしらに、誰かを呼びましょうか。どうもー。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういってご用件だのも？インフラ整備の相談を。インフラ整備の相談だのもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だのも？土地を売り出そう。新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で1万ベルいただく代わりに、引っ越しが決まれば契約のお礼としてマイルを付与させていただいてるけど、どうだろう？売り土地を探してきてくれるだもん。探していきましょう。はいはい。ではまず手数料の1万ベルをお預かりします。マイダーリー。そしたら売り土地を確保するためのハウジングキットはアイナさんの荷物に入れておくからね。良さそうな場所を見つけたら、そこで使ってもらうだけでいいからね。それじゃ、よろしくだもん。ちなみに、他にも何かご相談あるだなも。
大丈夫です。はい、はいはい。またいつでもお待ちしてるだらも。うん、この辺りにしましょうか。ということで、ハウジングキット。新しいお家の建設予定地。ちょ、待って、もうちょい後ろかな。この辺りか。新しいお家の建設予定地、ここにしようかな。想像してみよう。ちょっとどけなきゃいけないものがあるけど、ここに決めちゃおうかな。ここにしよう。ちょっと横がまたいまいち見えてないんやけどさ。お家を建てる場所を決めた。新しい出会いの予感。で、まあ、多分、こっちがうちにあっとるけん、まあ、マミーさんちが若干出とる感じになるけど、でも、うちの感じには合っとるはず。この辺からやろ？こう行って、え、もしや若干後ろか？この、いや、わからん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで、実はね、ちょっと私、さっき、映さずに、カメラを止めたまんま、いろいろと動かしてしまって、いろいろと動かしてしまって、若干ね、で、レシピが増えたりとか、とさっきね、これをハンナちゃんにもらったんよ、竹の車止め。なんかパワースポットがどうのこうのって言ってまた、あ、バンブー、なるほど、こういうところで使うんや。あ、そっかそっか、竹。なるほどね、レシピの確認はしてなかった。で、あと、これ動画外で桜の絨毯のレシピをゲットして、さっき作ったんよね。映してると思って。え、これ綺麗じゃない？結構。で、今日までなんよね、多分桜が。桜家具がゲットできるのが。マミーさんおる？あ、おるおる。ということで、お邪魔しましょう。あ、すごい！なんかさ、飛び盛りの時？飛び盛りの時って、結構、どこから取り出してよ、それ。結構まあ、家の住民の家もさ、家具とか、ちょいちょい置いとったけど、でも、めちゃくちゃ少なかったやん。こっちがなんか贈り物とかせん限り。でもなんかちゃんと生活空間出来上がっとるって感じやね。すごくない？なんか、並べ方みたいなのもさ、きっちりしだしたというか。まあ、ここが、子供と一緒に寝るダブルベッドやろ？で、これが、ほら、お風呂に、洗面台。で、多分これ着替え入っとるやつよね。で、こっち行ったら、ここ台所、ちゃんと空間出来上がっとる。ね、電子レンジ。じゃあ、そして振り向いたら、こっちキッチン。ほら、オーブンがついとったり、夜間置いて、あと冷蔵庫。これ何？おままごとセット？あ、粘土か。かわいい。ま、ここ多分、子供のキッズスペースみたいな感じ？このラグが敷いてある部分が。で、ここで、なんかお絵かきしたりとか。かわいい。何取り出したの、それ。あ、スマホ？何何？え？びっくりした。話せんのかと思った。今日はたくさんお話できて嬉しいでした、ふん。お話しして。そういえばこの時期に、マイル旅行券のツアーで岩を叩くと、卵がポコポコ出てくるって聞きました。あ、イーサーのね。あのツアーで行く島って、手つかずの自然が残ってますから、そういうこともあるのかしら、だふん。なるほどね。手つかずの自然。え、でもこの島でも全然出てくるけどね。あ、レックス、飲み会とって。あのシルエット。やはりカラスアゲハは空に選ばれし存在なのか。何言ってるんだ。あ、すまない。どう？虫は見つかった？やりたい。飲みがいたよ。本当に？やったぞ。どんな虫だろう。ちょっとそんなワクワクされても困るけど。はい、飲み。どうぞ。ごめんね、珍しくなって。これは、飲み。なんて美しい。ごっくり。マジで。この飲み、105ベルぜひ、俺に言ってくれ。飲みが105ベル、いいよいいよ、全然。本当に？ありがとう。むしろありがたや。
またよろしく。こちらこそ。旅行に行こう。誰かまた、あ、そっか、石と鉄鉱石ね。誰かまた勧誘できるかもしれんけんね。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。なんだこの島は。なんか今回、また来たことのない。ワニがおるよ、ワニが。え、これは何？どうやって、あ、普通に、高飛び棒で渡れる感じ？これって。ワニ系住人って私あんま見たことないんよね。お、ひょっとしてお前もこの島に武者修行しに来たのか？おいら、はいだ。お前は、アイナ島のアイナっていうのか。ライバルが増えて嬉しいぞ。お互い目いっぱい材料を集めながら筋肉を鍛えまくろうな。傘こそ。傘こそ？何こそこそしてんだ。なんかちょっと目が怖い。もうちょっと黒目がちな子がいいな、私。これ結構でかくない？鈴木とかかな。なんか鈴木なような気がしてきた。サメとか出てほしいんやけどな。なかなかよね。もうなんかでかいんですけど。なにキモー。超キモいんやけど。うん、これは、竜宮の使いを釣り上げた竜宮城からお出迎え。ちょっと早く。めっちゃ鳥肌立ったんやけど、怖なんかね、コントローラーの震えがいつもと違った。うわー、ゾワゾワ。まあ、帰りますか、とりあえず。寄贈します。さあ、今回寄贈する。あ、アメダカと3匹か。リュウグウノツカイ、ニシキゴイ、メダカ。ああ、今回のね、リュウグウノツカイとニシキゴイで、もう1万ぐらい行くのにさ、寄贈しなければいけないこの感じ。まあでも、ね、なかなか釣れんやつやろうけん。ふぅ、そうですか。では自由にご見学ください。ちょ、リュウグウノツカイがどんな感じで展示されとるか、怖いもの見たさ。入ってすぐのとことかではないよね。メダカこれ。かわいい。ああ、いいね、いいね。こういう感じ。リュウグウノツカイ多分でっかいとこにおると思うんやけど、ここではない？心の準備が。この辺かなってちょっと思っとる。あれ？ボラン。おらんくない？上から見た感じかな、おるの。え、こっちかもしや。はぁ、ひー、おるー。ねえ、おるよー。これ。なに、どういう姿勢？そういう感じなん。うわぁ。でもなんか思っとった感じと違った。こういうところでなんか優雅に泳ぎよるんかと思ったけん、多少マシやった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。